ございます。皆さんご機嫌いかがですか。この時期はお出かけできない日も多いですね。そんな時はお部屋でもできるこのゴーゴー体操、体を動かせば気分も晴れますよ。それでは今日も一緒にゴーゴー。というのはこれ筋肉なんですね。おしゃべりすることで舌が鍛えられ、物が飲み込みやすくなるそうです。今日の滑舌練習はもうすぐ豆まきですので、エンドウ豆まき、ウグイス豆まき、金時豆まき、それではご一緒にエンドウ豆まき、ウグイス豆まき、金時豆まき、早くエンドウ豆まき、ウグイス豆まき、金時豆まき。まあの発音は唇を合わせて大きく開く、ま、唇の運動に最高ですよ。